こんにちは。こんばんは。この動画では、主にうぷ主が購入してきたゲームを開封、紹介していくぜ。俗に言う、開封動画ってやつです。動画内で価格の参考に、駿河屋と、Amazon の販売価格を表示しますが、駿河屋では送料抜きの値段、Amazon は送料込みの最安値の値段を参考にしています。ゲームの値段は変動しやすいので、あくまで目安程度に留めていただきたいです。そうね。第56回目は、ブックオフオンラインで購入したものを紹介していくぜ。ブックオフオンラインで購入するのはかなり久しぶりね。そうだな。たまに安いものが入荷されるから、ちょくちょくチェックはしているぜ。ただ、状態が悪いものが多いからめったには買わないけどな。じゃあ今回購入したのは、いいものがあったの？いいものってほどではないけど、気になったものがあったので購入したって感じだな。あとは、ブックオフオンラインガチャ的な感じで、状態が良いものが届くのか検証してみようという企画です。まあ、ブックオフオンラインって状態悪いものも結構多いわよね。そうなんだよな。なので、今回はそのイメージを払拭するためにも、ブックオフオンラインガチャをして、備品が届くということを証明しようという企画です。それだと逆にイメージ悪くなる可能性もあるわよね。まあ、そういうこともありえなくなくなくないかもしれないな。いやもうそれどっちの意味かわかりにくいわよ。最近はランク B ガチャってものが流行っているから、新しいガチャを生み出してみようと思いまして。それに、ブックオフオンラインにはごく稀にびっくりするほど激安のものが入荷されたりもして、お宝も眠っているんだぜ。今画面に映っているのが通知メールなんだけど、以前にこんな通知が来ました。機器買い替えアドバンスが5880円？ああ、衝撃的な値段だろ。他にもメタルスラップアドバンスが8980円で売られていたりと、中にはこんなお宝があるんだぜ。確かにこれはすごいわね。全部を見たわけじゃないけど、ゲームボーイアドバンスのソフトは軒並み安いものが多かったな。なのでお知らせ設定をしておけば、運よく激安でプレミアソフトが買えるかもしれないぜ。そういえば、この通知が届いたって言ってたけど、機器買い替えアドバンスは購入できたの？いや、残念ながら買えなかったぜ。見た時には在庫はなくなっていたな。それは残念だったわね。そもそも、入荷通知が来て購入できた試しはないけどな。入荷通知が来て購入できた人って本当にいるのか謎だぜ。いつもメールが届いてすぐに確認するけど、常に在庫切れの表示されているわよね。ただそれで気づいたことがあって、入荷通知が来るのがだいたい午前の11時台だから、その時間ぐらいにチェックしていればもしかしたら買えるかもしれないってことに気づいたんだぜ。なるほど。それで成果はあったの？いや、全然ないです。じゃあ何の意味もないじゃない？まあ、これからもチェックはしてみるぜ。他にも良い点があって、届くのがそこそこ早いっていう点も割と気に入っているぜ。それは地味に嬉しいわよね。あとは、全体的に相場よりも少しだけ安い印象かな。というわけで、もっとブックオフオンラインの良いところを知ってもらおうと思って、今回このような企画をしてみました。まあ、この動画を見てくださっているほとんどの方たちがすでにご存知でしょうね。ぶっちゃけそれはわかっているぜ。基本的にネットで買った商品の状態って、届いてみないとわからない分、開封するときのワクワク感が楽しいから、それを動画にしてワクワク感を共有できれば幸いです。そんな感じで、早速今回購入したものを開封していこうと思うぜ。届いた商品の状態も要チェックね。そうだな。じゃあ、まずは右側の茶色い袋の方から開封してみるぜ。そんなに高いものではないけど、ドキドキするなぁ。じゃあ、ブックオフオンラインガチャ1本目はこちら。スーパーファミコン用ソフト、実況ワールドサッカー2、ファイティングイレブン、箱、説明書あり。購入金額は、税込みで698円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、売り切れ、Amazon、1190円、だったぜ。早速1本目から状態が悪いの引いちゃったわね。そうだな。全体的に痛みが多くて、耳も少し取れかかってて状態は悪いな。うわ、危うく伝説の耳トレになるところね。マジで耳トレる5秒前だぜ。いやそれ、マジで恋する5秒前って曲名みたいに言い直しただけでしょ。おお、よく気づいたな。それよりも、説明書の状態もあまり良くないな。そうね。これは見た瞬間にすぐわかるぐらい全体的にシワシワね。これは結構残念だったな。
まだそんなに高いソフトではないからダメージは少ないけど、プレミアソフトでこの状態だったらかなりへこむな。あ、それでもソフト本体の方はかなり綺麗ね。今となっては伝説のツートーンカラーにもなっていないしね。まあそうだな。それにハガキも入っていたからオッケーかな。ちなみにこのゲームはウィニングイレブンのシリーズなんだけど、開発は別の部署だったので、ゲームシステムも双方では大きく異なっているんだぜ。え、そうだったの。てっきりウィニングイレブンと同じと思っていたわ。実はプレイするまでは同じだと思っていたんだけど、遊んでみると少し違っていたな。あと、スーパーファミコンで実況がフルで入っているのは、結構びっくりしたぜ。うん、かなりすごいわよね。じゃあ、1本目は以上だぜ。次のソフトはこちら。スーパーファミコン用ソフト、ファイナルファンタジー USA、ミスティッククエスト、箱、説明書あり。購入金額は、税込みで698円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、950円、Amazon、1050円、だったぜ。おお、これも結構安く購入できたわね。しかもこれは圧倒的備品じゃない。ああ、これはかなり当たりだったぜ。備品特有の、箱を触った感触だけで備品ってわかるレベルやつだったぜ。え、何それ、ちょっと何言ってるかわかんない。いやいやわかるだろ。箱を触ってキュッキュッってなってるやつは大体備品だぜ。逆にさっきのワールドサッカーは、触った感触がサラッサラで表面が少しガザガザしているんだぜ。へ、へえ、そうなんだ。説明書も備品特有のパリッとした感じと、ツヤの感じからしてかなり備品だったぜ。せやな。まあ、これは感覚的なものだから、実際に触ってみた方が早いと思うぜ。うん、口で説明されてもさっぱりわからないわ。これは知っている人にはわかると思うぜ。ちなみにソフト本体も目立った汚れはなくて、伝説のツートーンカラーもなかったぜ。これは大当たりだったわね。一本目の状態を見てかなり不安になったけど、これで少し安心したわ。このゲームはタイトルの通り、アメリカで発売されたソフトを操し、逆輸入されたゲームだぜ。戦闘画面が従来の FF と大きく違っているわね。そうだな。開発自体はスクウェア USA ではなく、サガ3と同じスクウェア大阪が開発したものなので、FF というよりもサガに近いぜ。へえ、そうだったのね。じゃあ、2本目は以上だぜ。次のソフトはこちら。ゲームボーイアドバンス用ソフト、ザ・シムズ、箱、説明書あり。購入金額は、税込みで1780円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、売り切れ、Amazon、2785円、だったぜ。おお、これも結構安く購入できたわね。ゲームボーイアドバンスでシムズが発売されていたのね。ちなみに箱の状態からして、かなり備品のオーラを発しているぜ。おお、ソフトのビニールも入っていたぜ。この時点でかなり大当たりな気がするわね。しかもハガキやクラブニンテンドーの紙も入ってて肝心ね。これはレンチャンで大当たりだったぜ。それにしてもブックオフオンラインは、備品のものとそうじゃないものの差がかなり大きいな。確かにこれだけ差が激しいとガチャね。たまに珍しいソフトが入荷されるから、状態を気にしない人にはいいかもな。このソフトも調べたら、駿河屋ではどこも売り切れていて、Amazon では箱節付きが4つぐらいしか売られていなかったから、そこそこ珍しいのかもしれないぜ。へえ、意外と珍しいのね。確かにアドバンスでシムズが出てたのは知らなかったわ。ゲーム動画を見る限りは、従来のシムズと同じ感じで面白そうね。うん、少しプレイしたけど面白そうだったぜ。従来のシムズと同じ内容でしっかり遊べそうだったな。こういうゲームは一度やりだすと止まらないからな。これは時間を見つけてじっくりやってみたいぜ。シムズって面白いんだけど、結構難しいイメージがあるわ。特に結婚して子供が生まれてからが結構ハードだった記憶があるわ。確かにそうだな。小さい子供が生まれたらハードだろうから、ある意味リアルかもな。そもそもリアル人生がベリーハードみたいなもんだから、それに比べたらシムズの人生なんてイージーモードだぜ。簡単にコミュニケーションが取れるし、簡単に結婚もできて、仕事も簡単につけるし羨ましいぜ。まあ確かにそうかもしれないわね。じゃあ、3本目は以上だぜ。次のソフトは別の日に単体で注文したものになるので、袋が別になっていますが、これもブックオフオンラインで購入しました。ちなみに、これがラストです。任天堂64用ソフト、不思議のダンジョン、風来の試練2、鬼襲来、試練場、箱、説明書あり。購入金額は、税込みで2280円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、2810円、Amazon、3500円、だったぜ。
これも相場よりも安めで購入できたわね。そうだな。ただ残念なことに、箱の裏面にがっつり防犯シールが貼られていたぜ。剥がそうかと思ったんだけど、がっつりへばりついていて簡単に取れないようになっていたぜ。防犯シールは諦めるしかないわね。それ以外は状態がかなり良さそうな感じなので、あとは中身に期待だぜ。そうね、中身が重要よね。64突破は捜査一覧表が入っているかが問題ね。そうだな。それによって価値が結構変わるからな。と思ったら、捜査一覧表は見えていたな。しかも中にはハガキとかも挟まっていて、これは完品っぽいぜ。おお、まさかハガキとかもついているとはね。これは全体的に状態も良さそうだし大当たりだったんじゃない？これは間違いなく大当たりだったな。風雷の試練は好きなソフトなので、備品が欲しかったからラッキーだったぜ。説明書も使用感は少なくて備品だったぜ。それにしても、64の風雷の試練って今でも結構値段するのね。スーパーファミコンだったら、1000円前後で売られているのに。64の風雷の試練は今でも結構人気あるみたいだな。このソフトが特別ってわけでもなく、DS や PSP などでも風雷の試練は発売されているけど、そっちも大体相場が2、3000円ぐらいするからな。そうだったよね。確かにこういうダンジョン系のゲームは人気高いわよね。なんといっても1000回遊べる RPG だから、長く遊べるからな。そういえばそんなキャッチフレーズあったわね。ちなみに、このソフトには前に持ち主のデータが残ってて、1000回以上遊んだ形跡があったぜ。やり込まれすぎてて、もったいなくてデータを消せなかったぜ。確かにやり込まれてるデータって消しにくいわよね。はい、というわけでラストは風雷の試練2でした。全体的に備品だっただけに、裏面の防犯シールがじわじわ効いてくるぜ。まあでも、風雷の試練は名作なので大事にしようと思うぜ。防犯シールぐらいなら全然問題ないでしょ。まあ、そうだな。じゃあ以上4本が、今回ブックオフオンラインで購入したゲームだぜ。今回の購入品は全体的に備品が多かったわね。そうだな。今回のブックオフオンラインガチャは大当たりだったぜ。正直もっと状態の悪いものが届くと思っていたから、予想以上に良くてびっくりだったぜ。1本目の実況ワールドサッカーだけは残念だったわね。そうだな。ただ、比較的安く購入できたしいいかな。あとは風雷の試練が備品だっただけに、箱に貼られた防犯シールがもったいなかったぜ。箱に直張りだし、あのシールは剥がせないやつだからショックね。シールが貼られてる以外は備品だったし、個人的には十分満足だぜ。今回の結果を見て思ったけど、やっぱり全体的に当たり外れが多い印象だったな。まあでも、これぐらいだったら許容範囲内じゃないかしら。そうだけど、今回たまたま運が良かっただけかもしれないから、何回か購入してみてみようと思うぜ。まあ評判がいまいちだったら速攻やめるけど、せめてもう一回ぐらいはやってみたいわね。そうだな。開封するときにドキドキして楽しいから、個人的に続けたいけどな。あとは、たまーにプレミアソフトが安く売られていることがあるかもしれないので、皆さんもよろしければブックオフオンラインを覗いてみてはいかがでしょうか。なんかその言い方だとブックオフの回し者みたいね。こんな底辺 YouTuber が回し者なわけないだろ。まあ、それもそうね。いやいや、そこは人としてお世辞でも、そんなことないですよ、って言ってくれたっていいじゃない。何納得しちゃってるの。いや、本当のことでしょ。それ以上でもそれ以下でもないわ。甘えてんじゃないわよ。あ、はい。すみませんでした。ではでは、今回は以上だぜ。動画で気になった点や、改善点などを、お気軽にコメントいただけたらと思います。うぷ主のメンタルは、豆腐を通り越して、にがりのレベルですので、お手柔らかにお願いいたします。最後によろしければ、高評価低評価、コメント、チャンネル登録の方もよろしくです。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。